皆さんこんにちは。瞑想中のチャンネルがまた鍵湯でございます。今回はですね、例のバイトで京都に行ってまいりましたので、仕事の空き時間にですね、京都の街ブラと、あとまあ食事もしてきましたので、その様子をご覧いただきたいと思います。これはですね、新幹線の自由席です。名古屋から京都に向かう間の自由席はですね、結構空席があったので余裕を持って座ることができました。今見えてるのはまだ名古屋市内ですね。たくさん建物が見えますけれども、しばらく走ると田園風景に変わります。今見えているのは、これは関ヶ原あたりですかね。この辺にも田んぼがたくさんあるんですよ。途中の画像をバッサリカットいたしました。もうそろそろ京都に到着です。京都から帰る時にもですね、新幹線からの車窓風景を撮影しておりますので、それはこの動画の後半でじっくりとご覧ください。新幹線は京都駅に到着いたしました。名古屋から京都はですね、新幹線に乗ると早いですね。ちなみにですね、車内での販売って今中止されてるんですかね。お弁当とかお茶の販売ワゴンはですね、一度も見かけないうちに京都に到着いたしました。今見えているのが私が乗ってきた新幹線です。次は新大阪ですね。今新幹線はすごく混んでるっていう話聞いていたので、意外に空いていたなと思いました。ちなみにですね、新幹線のプラットフォームにもそれほど人がいなかったんですよ。まあですけども、これっていうのは時間帯の関係だと思います。時間によってはすごく混み合ってると思うんですけども、この時点で確かお昼ちょっと過ぎだったと思うんですよ。この時間帯っていうのはあまり混雑していないようです。駅から外に出ました。こちらが京都の駅前ですね。ここからちょっと移動して、例のバイトの関係者と会うまでの時間を潰そうと思っております。今車に乗って駅前を移動中です。ここだけ見るとですね、京都っぽさってあんまり感じないですね。京都というと古い建物がたくさんあるってイメージなんですけども、駅前はですね、名古屋とそれほどイメージ変わらないですね。祇園の近くまでやってまいりました。道の向こうが八坂神社ですね。こうして見るとですね、噂ほどたくさん観光客が来ているっていう感じではないですよね。これは先ほどの八坂神社の前に立って道路の方を見るとこういう感じでございます。これが鴨川ですね。鴨川の水はすごくきれいに澄んでいました。こちらは新京極ですね。ここからしばらく新京極のお店をいくつかご覧いただきたいと思います。こちらはですね、漢方のお店みたいですね。こちらは昭和レトロの感じの喫茶店。こちらはですね、きしめんのお店。京都にもカニ道楽があるんですね。カニの目も動いています。そしてこちらは、扇子のお店なんですかね。新京極のアーケードはもうすごく長かったですね。新京極も京都の観光スポットになってると思うんですけども、観光客でごった返してるっていう感じではなかったですね。もちろん外国人観光客はそれなりにいるんですけれども、時間帯のせいなのか、新京極のこのアーケード街はですね、まあまあ歩きやすかったです。名古屋に大須っていう商店街あるんですけども、土日の大須の商店街に比べると人口密度はむしろ少ないぐらいだったんですよ。ということで、この時点では聞いたほどじゃないじゃんって思っていたんですけれども、この後これが噂のインバウンド混雑なのかっていうのも目の当たりにしました。それっていうのがこの辺りからなんですけども、今ご覧になってるのはですね、錦小路通りっていうところなんですけれども、ここっていうのはですね、先ほどの新京極のアーケード街よりも道幅が狭くて、その両側にですね、こういった感じの飲食店が立ち並んでるんですよ。ちなみにこれっていうのは天ぷら屋さんなんですが、手前に並んでるエビの天ぷらはですね、どうやらサンプルみたいなんですよ。
最初本物なのかなと思ってびっくりしたんですけども、奥の方に並んでるのがですね、実際のエビ天です。ちなみにこういうディスプレイ初めて見ました。名古屋では見かけたことないですね。錦小路にはですね、こういうお店がですね、ずっと並んでるんですよ。上を見上げるとこんな感じなんですけども、この道はですね、もうまさしく観光客でごった返しておりました。外国人観光客の姿も多かったですね。このお店ではごまカレーパンっていうのを売ってましたね。このエリアにはですね、人がもう多すぎて、さすがに疲れてしまったので、この辺で街歩きをやめて、食事の時間でございます。さあやってまいりました。こちらはですね、餃子のお店、みんみんでございます。このお店はですね、関西では結構有名なお店らしいんですけども、名古屋には店舗がないみたいなんですね。なので私はですね、初みんみんでございます。ちなみにこの時点で例のバイトの関係者と合流しております。みんみんはこういう字なんですね。グラスには年季が入っております。ちなみに隣のテーブルには外国人観光客が座っておりました。ミンミンの情報は海外にも伝わっているようです。まずはですね、こちら水餃子がやってまいりました。結構量入ってますね。一つ一つの餃子のサイズ、なかなかに大きいですね。そしてお湯に浸かっているのではなくて、スープに味がちゃんとついているタイプです。これはこれで一つの食事として完結しているわけですけども、まあこれはですね、序の口でございます。まずは水餃子の中身どうなってるののコーナーです。中がちょっと見えるかな。こういう感じでですね、中には肉を中心とした具材がぎっしりと詰まっております。そして次は焼き餃子ですね。そしてチャーハンも注文しております。チャーハンは見た目でもお分かりの通り、ちょっとしっとり系のチャーハンで卵がたっぷりと入っております。ではカメラをセットいたしましたので、ミュージックスタートです。このチャーハンですね、見た目通りしっとりとした仕上がりになってるんですね。チャーハンというともうパラパラのチャーハンがもてはやされておりますけれども、私はですね、必ずしもパラパラじゃなくてもいいと思ってるんですよ。ちょっとしっとりとした仕上がりのチャーハンもですね、それなりに美味しいです。ミンミンの看板料理は餃子ですので、途中で餃子を挟みながら食べ進めていきます。ちなみにですね、餃子そのものにももちろん味がついているので、そのまま食べても美味しいんですけども、やはりタレをつけた方が美味しさが増しますね。私はですね、卵チャーハン大好きなので、こういう卵たっぷりのシンプルなチャーハンって悪くないと思うんですよね。お店によっては細かく刻んだチャーシューを入れているお店などもあってですね、あれはあれで贅沢な美味しさなんですけれども、なんだったら卵だけを使った卵チャーハンっていうのも実は悪くないと思うんですよ。ちなみに自分でチャーハン作るときはそんな感じのチャーハンが多いです。京都で食事ですからね、豆腐料理とか懐石料理とかそういうものを食べるんじゃないかと思われた方多いと思うんですけども、地元に詳しい人と一緒に食事ってなるとですね、こういう店に案内してもらえるので私としては大満足でございます。ちなみにミンミンはですね、名古屋では食べられないので、こういう機会に食べておかないと次はいつ食べられるかわからないので、チャーハンだけではなくて餃子2種類を爆食いたしました。そうこうするうちにですね、もう餃子も残り少なくなってまいりましたね。餃子もですね、やっぱり焼きたてでまだ熱々、そして皮がパリッとしている状態で食べるのが一番美味しいですね。ちなみにですね、関西では非常に人気があるのに、名古屋に店舗がないお店っていうのはですね、他にもありまして、その代表例がですね、肉まんの蓬莱だと思います。関西の方に言わせるとですね、蓬莱があるの当たり前なので、コメント欄にはですね、もっと美味しいお店があるっていうような情報をくださる方もいらっしゃるんですが、名古屋に住んでいる身からしますとね、蓬莱の肉まん食べるっていうのは特別な体験なんですよ。普段は滅多に食べられないもんですから、実は京都駅でですね、2つ入りの蓬莱っていうのが売ってたんで、京都駅でですね、すでに肉まんを2つ平らげております。
ちなみに蓬莱の肉まんはですね、冷凍食品があるらしいんですけれども、冷凍とまた味が違うっていうふうに言われてるんですよね。私の感覚ではですね、お店で買った直後に食べる蓬莱の肉まんが一番美味しいと思うんですよ。あれよりもさらに上があるっていうわけですからね、関西の人は普段からうまいもん食べてんなぁと羨ましく思っちゃいますけれども、名古屋には名古屋の味噌カツとかひつまぶしがありますからね、やっぱりその土地でですね、以前から人気のある食べ物を食べるっていうのが最高によろしいんじゃないかなと思いました。私は特に水餃子好きなので、こういう水餃子を普段から食べられるのは本当羨ましいですね。この後一仕事を終えたんですけども、もう帰る時間になっております。こちらはですね、 JR の駅にあった小川コーヒーさんというカフェですね。こちらカフェオレなんですけども、結構な量があって、しかもですね、非常にね、美味しいコーヒーだったんですよ。カフェオレの味っていうのはですね、ピンキリなんですけども、美味しくないのは淘汰されたのか、最近はですね、どこのお店もですね、レベル高いですね。さあ、新幹線に乗りました。こちらはですね、お茶のペットボトルなんですけども、これって今まで見たことがなかったので、思わず買ってしまいました。私ですね、ペットボトルのお茶結構買う方なんですけども、このお茶なかなかに美味しかったです。ではここからですね、帰りの新幹線の車窓風景を見ていただきたいんですけども、京都から名古屋の間にもですね、例の727の看板っていうのがいくつかありましたので、その看板を探しながら帰りの車窓風景を私のうざったいナレーションなしでご覧いただきたいと思います。ちなみに再生速度はそのままで編集いたしますんで、お急ぎの方はですね、ここから倍速再生をお勧めいたします。ではどうぞ。
新幹線は名古屋駅に到着いたしました。ということで今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。